チェスター軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は49万8886人であり、2000年の43万3501人から15.1%増加した。軍庁所在地はウェストチェスターボロであり、同軍で人口最大の町でもある。チェスター軍は 2010年の一世帯あたり収入の中央地で州内で最も裕福な軍であり、国内でも第24位である。チェスター軍東部にはフィラデルフィア市政郊外部のメインラインを構成する多くの町があり、また最南部はデラウェア軍南西部とともにデラウェア州ウィルミントン郊外部とみなされている。1682年にウィリアムペンが設立した当初、 三軍の一つであり、軍名はイングランドのチェスター氏から取られた。デラウェアバレー地域に入っており、また、フィラデルフィア氏と直接接していないことでは、唯一の郊外軍である。1682年8月24日、ペンシルベニア植民地にウィリアムペンが設立した当初、三軍はフィラデルフィア軍、バックス軍とチェスター軍だった。当時のチェスター軍領域は、北で、 フィラデルフィア軍に、西はまだ定義が難しかった、植民地西側境界に、東はデラウェア側に、南はメリーランド植民地とデラウェア植民地に接していた。チェスター軍はニューネーデルラントとニューヨーク植民地のアップランドと呼ばれた地域のペンシルベニア側部分を置き換えたものであり、1681年3月4日の直挙で公式にペンシルベニア領土とされたが、 同年6月までは以前のアップランドのままだった。軍東部にウェールズトラックトの多くが入っており、初期開拓者が付けたウェールズにちなむ地名が現在も多く残っている。1729年5月10日、ペンシルベニア4番目の軍として、チェスター軍領域からランカスター軍が設立された。1752年3月11日、チェスター軍北部とランカスター軍及び、 フィラデルフィア軍の一部を合わせてバークス軍が作られた。チェスター軍の当初の軍長所在地は造船業の中心地であり、軍東端にあったチェスター市だった。軍西部の人口が増加したことに対処するため、1788年により、軍の中心に近い場所に軍長所在地が移された。軍東部の住人をなだめるために当時タークスヘッドと、 呼ばれていた村をウェストチェスターと改名した。しかしその回もなく1789年9月26日は軍東部が分離してデラウェア軍となりチェスター市もその中に入った。ウェストチェスターは現在まで軍庁所在地であり続けている。チェスター軍の歴史の多くはフィラデルフィア市とサスケ花川の間にあることから影響されてきた。西部への最初の道路は 軍中心部を通った。これにいくらか調整が加えられて、リンカーンハイウェイとなり、後にアメリカ国道30号線となった。この道路は通過する街の大半でランカスター・アベニューと呼ばれている。最初の鉄道がほぼ同じルートをたどり、レディング鉄道はスクーカル川を登って、レディングに至った。産業は鉄道沿線に集中するようになった。 交通が容易になったことで、労働者は都市で就職して通勤するようになり、郊外部の発達につながった。今日でも開発が進んだ地域は、交通感染に沿って伸びる指の形になっている。アメリカ独立戦争の時、ブランディワインの戦いが、軍南東端で起きた。バレー法事の宿営地は、軍北東端にあった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は762平方マイルであり、このうち陸地758平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.51%である。軍の地形はうねりのある丘とバレーであり、ピードモント大地と呼ばれる地域に属している。軍内の河川は、オクトラロ、クリーク、ブランディワインクリーク、チェスタークリーク及びスクーカル川である。 土壌の多くは肥沃で豊富なローム層であり、深さは24インチある。温暖な気候でもあり、長く農業地帯として繁栄してきた。フィラデルフィア市に近いことで、郊外化による開発の大きな波を被ってきた。開発地は増えたが、それでも農業は、軍経済の主要な要素である。馬を育てる農園の数が増え続けている。軍南部ではマッシュルームが特産品である。 軍内最高地点は、軍北西部ハニーブルックタウンシップにあるウェルシュ山であり、標高は1020フィートである。他にも、ウォリックタウンシップのトマスヒル、ウェストケーンタウンシップのバーレンヒルがある。最低地点は、モンゴメリー軍境、スクーカル川沿いの標高66フィートである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 チェスター軍の地域はもともと、レニ・レナペ族インディアンが住んでおり、17世紀のヨーロッパ人開拓者を友好と親切で迎えた。イギリス人開拓者の大半は、イングランド人、スコットランド・アイルランド人、ウェールズ人だった。時が経過するにつれて、ドイツ人、アフリカ人、東欧人、イタリア人、プエルトリコ人、さらに最近では、メキシコ人が大量に入ってきた。 デラウェアバレーの中では人口増加率が高い軍であり、アメリカ合衆国北東部でも高い方である。2010年11月時点で、チェスター軍には33万7793人の登録有権者がいた。チェスター軍は軍のレベルで昔から共和党が強いところであり、現在もそうである。しかし近年の国政レベルの選挙では民主党に傾く傾向にある。 2000年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のアルゴアがほぼ10%差で敗れたが2004年では共和党現職のジョージ・ W ・ブッシュが民主党候補のジョン・ケリーを破ったもののその差は4.5%まで接近した2006年のアメリカ合衆国上院議員選挙では民主党のボブ・ケ・シー・ジュニアが10%差をつけて共和党現職のリック・サントラムを破った 2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、ペンシルベニア州の立地域と同様民主党のバラク・オバマを支持し、9%以上の差をつけた。これは1964年以来となる民主党候補の勝利だった。しかし、この傾向は2009年に逆転し、共和党候補が軍役人全員を平均20%以上の差で独占した。また、2012年、 アメリカが衆国大統領選挙には共和党のミッドロムニーが約500票の差でオバマを制した。近年の衆議会選挙では民主党が議席を伸ばしてきた。2006年の上院第19区補欠選挙では民主党候補が当選した。同年11月の下院第156選挙区でも民主党候補がわずか28票差で当選し、下院の多数派を確保させた。 州会院では1990年以来となる民主党議席になった。2008年にも民主党は2議席を確保した。しかし、2010年は共和党が逆襲し、チェスター軍から選出する議席を独占した。チェスター軍での2012年、アメリカ合衆国大統領選挙結果オバマ、80から90%オバマ、70から80%オバマ、 60から70%オーバーマ、50から60%オーバーマ、50%ロムニー、50%ロムニー、50から60%ロムニー、60から70%チェスター軍は3人の委員で構成される、軍政委員会が統治しており、委員の任期は4年間である。選挙はアメリカ合衆国大統領選挙の前年の奇数年に行われる。委員会は、 政策立案機関であり、軍全体に関わるサービスや機能を果たしている。軍の財務と管理機能を管理する責任がある。チェスター軍は、アメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第6、第7及び第16選挙区に属し、2013年時点では、いずれも共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では、第九、第十九、第十六 第 36, 第44及び第48選挙区に属しており、下院では第、第 13, 第 26, 15第 155, 第 156, 第 157, 第 158, 第 160, 第167及び、第168選挙区に属している。2013年時点で、上院は共和党が一人を除いて、下院も共和党が独占している。 チェスター郡の自治体、ボロは赤、タウンシップは白。国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。アメリカ合衆国郵便公社が使う町の名と協会は、タウンシップと合っていないことが多く、市やボロの自治体と同じ名前になっている。 郵便局が使う名前は、住民が住んでいるところを表すために使われている。国勢調査指定地域は、アメリカが州国国勢調査局が、人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では、実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村など、その他の未編入領域も下記に挙げる。チェスター軍教育学区の区分図集内には11の、 公園サイバーチャータースクールと144の建造物チャータースクールがあり、幼稚園生から12年生までの児童生徒が無料で利用できる。チェスター軍図書館システムは1965年に設立された。イクストンの地区中央図書館と17のメンバー図書館で構成される連合システムである。軍内にはバーミンガム、バーミンガムオーソドックス、ブラッドフォード、 カーン、オールド・ケネット、パーカーズ・ビル、ユークランの各集会所など、クエーガーの歴史ある建造物が多い。その他の宗教関連建造物としては、州南東部で最古の活動をしているカトリック、伝道教会である、セント・マラチ教会、聖公会のセント・メアリーズ、セント・ポールズ、セント・ピーターズ各教会、ワシントン記念礼拝堂がある。また、 第一長老派協会ウエストチェスターやコンサーバティブのシナゴーグであるチェスター郡ベスイスラエルコングリゲーションもある。ありがとうございます。